間違えたとしても絶対に済むなんてことは考えない方がいいですよ。親のすねをかじりながら生活をしているとふと、一人暮らしをしたくなる、自立したくなる、一人だけの自由を味わいたいといったことに目が向いてしまうことがある。自身が自立を決意し、自分でどれだけ一人でやっていけるのかを見せつけるべく、徹底的に今日はこれから戦闘をする準備だといった強い意気込みを持って、一人身になる。助けがあまりもらえず、どれだけいけるかを試す。そんな献立手に入れたアパート兼マンションに住んでみて、一人になってみての感想はあるだろう。それは、良かった、とか、過ごしやすい感じ、といった感想をよく見る。しかし、中にはそういうものではないものが返ってくる場合も。どうも、霊仙です。ちょっと前まではとある竹やぶの多い地方で住んでいたのですが、仕事をするためにも地元を離れることにしたんです。本当ならば地元で仕事を見つければよかったんですが、都合が良くなかったんですよね。ちょうど、この町では仕事を見つけるに良さそうなところが多いみたいなので、ここに来たわけです。まあ、趣味がない私にしちゃ、仕事をしたいならどこにだっていい。でもせめて生活が苦しくなるようにはなりたくない。なぁてん思っていたり、この町に来て、初めて見る人たちは頑張ってお仕事に打ち込んでいるそうですね。私も早く頑張ってお仕事に励んでやりたいものです。でもそう簡単には進まないでしょうなぁ。でも、私は仕事先を見つけるよりも先に住処となる場所の確保をしないとなりません。そうでなければ仕事を見つけちゃ、知識もあまりない見知らぬ街でホームレス生活は5年です。アパマンのどちらかに住んでいける貯金はありますが。とまあ、この駅の近くにちょうど不動産があるそうなので、早速そちらに向かいますか。はいはい、こんにちは。お仕事探しに打ち込んで、苦労していますか？そして住むところにお悩みですか？でしたら、うちをご紹介しますよ。ロジー、ハローがおすすめするアパマンを。うっふ、当不動産はそこらのところとは断然違うし、なんだってお客様を満足させるのであればなんだって徹底しちゃいますもんね。だから、うちに契約を入れてもらっても後悔はないのですよ。あなたが満足できる感じのお安く住み込むのが簡単。不動産に相談するのが怖くて怖くてできないそこのあなたなんかにもおすすめ。全部全部わかりやすいことを教えてあげますね。だから、今すぐにでも来てくださいね。おっとっと、どこへ行くのですか？ほら、早速店内へゴー。そしてアパートはマンションをゲットしましょう。なんだこの CM は。で、ここがその不動産なのね。へえ、不動産って結構明るい感じで紹介しているんだ。田舎じゃ、そもそも宣伝する範囲がそれほど大きくないもんね。都会って変わったところだな。よし、私もここにするか。いやあ、よかったよかった。まったくもって迷いもいらなかったわ。本当だったら、いいところを探すのもちと厳しいかなぁと覚悟してたんだけど、めっちゃんこ得意ところがあるとはね。こんにちはー。ありがとうございます。わざわざご来店くださいまして、とっても嬉しいですよ。近頃はよく我が不動産をご利用くださる人が多いんですよね。ですから、安心、安全として住処を選ぶことが可能です。なので振り向くことも一切いらずですよ。それで、お客さんはどういったご用件でしょうか？この町に来たのは初めて、左も右もわからないままなのです。一軒家よりかはまだ余裕が持てるアパートかマンションをご希望なのですよ。なるほどなるほど。でも、ご安心、そんな方でも安心、安全をできるお得意様のアパートまたはマンションがございます。すっごいでしょ。ですが、アパートはもうすでに満室でしてね。マンションの方だけはいくつかは空き部屋がございます。マンションの方でもそれなりにお得ですよ。ああ、自分的にはどっちでも構いませんよ。とりあえず空き部屋があるんですね。それじゃあ、そのマンションの一室に住むことにしますよ。ああ、どうもどうも、ありがとうございますー。でははは、早速ここにこれを書いて。あ、それと一つ質問なんですが、そのマンションは、過去に何かあったとかありますか？事故物件とかは嫌だなと思いまして。ああ、なんだそんなことですか。大丈夫ですよ。一応、お払いはしてもらっています。
ですので、お客様が住んでいただいても変になってしまうだなんてことはありませんよ。ご安心ください。そうですか。それなら安心ですね。私は無事、マンションを買うことができました。これで、無事に仕事が見つけられそうですし、何よりも住みやすい感じだということなので、私は鍵を受け取って、すぐに自分が住むことになるマンションに足を運びました。不動産から3分程度で着く距離でした。ふふ、ようやく一人で暮らすことができるのね。自分的にはちょっと憧れていたわ。いつも親のねだりで生きてきたけど、今度は自分でねだりを作るために頑張る。よし、マンションに着いた。あった。ここだ。部屋の番号には205号室と書かれていた。隣の203号室と204号室も空き室のようだけど。まあ、206号室には隣人が住んでいるよう。では、中へ入ろうっと。ちょっと歩いてきたから疲れた。そう言って、私は新しい感じと言っても古いマンションだからそうとは言えないけど、新しく感じたので、休みつつ、部屋を眺めました。まあ。古い感じが嫌いとかそうではないけど、一人暮らしには最適かな。でもこれが大人数で暮らしていたなら、過ごしづらい感じもするわね。隣の206号室には誰かが住んでいるみたいだけど、一体どんな人だろうか。私もあまり大音量で音を出しちゃいけないことは知っているし、なるべくマンションとかで迷惑となることはしてはダメとはもうわかっているくらい。206号室の人とは明日から挨拶しに行こう。ちょっと今日はする時間が潰れてしまったからね。私は自分のノートパソコンを出して、近くにいい感じの仕事場所がないかと探してみることにしたのでした。へえ、さすがは都会。結構あるじゃない。この中でどれにしようか悩みそうだけど、いろいろと考えつつ、準備もしないとね。206号室の人は意外と優しい人でよかった。あと、ちゃんとした就職先も決定したし、スーツも買ったし、家電も揃えた。これで少しは生活らしくしているかなー。それに就職先の会社もしっかりしたところでよかったよ。聞いた話では面接で引っかかってしまうことが多いとか言われたけど、私の場合も何もなく平穏に終わったのよね。でもまだ都会には慣れていないから、少しずつ、慣れていかないとね。でも、私は聞いてしまった。おい、知ってるか、あそこのマンションって、めっちゃ格安で売っているんだよね。それでお客もそれで目をつけて購入するんだよ。でもね、あそこはやめた方がいい。え、なんで？知らないのか、曰く付きの物件だよ。でもね、不動産はそのことを知っていても表には一切そのような情報は出さないし、嘘をついて、事故物件ではない、と促しているんだ。それにまんまと騙される契約した人は何も知らずに普通に過ごすんだ。昔はこう呼ばれていたよ、あのマンションをね。名人のマンションってね。なんか、ホラゲとかで出てきそうな名前してんな。それでね、過去に名人と名乗る少女がこのマンションに住んでいたんだよ。でもね、名人はとっても明るくて、隣人さんにもよくお下がりを渡していたし、少女とは思えないくらいもてなすのがおわけだったらしいよ。でもね、なんでか知らないけど、理由はわからないけど、その名人はいつの間にか自室で首を吊って死んでしまったのよ。特別に名人には精神的な問題もなかったし、誰かに何かをされたというわけでもないし。ちなみに名人が住んでいた部屋の番号は205号室だったと思うな。そうだよ。その名人の幽霊がね、今もこのマンションに宿っているらしい。名人の幽霊に出会った人には近いうちに不幸な出来事が起きるって噂されてるんだよね。特に205号室に住んでいる住人はね。え、ちょっと待って。205号室に住んでいるのは、私だよね。そうです。あの話を聞いた途端に恐怖がこみ上げてきました。確かに、不動産は、ああ、なんだそんなことですか。大丈夫ですよ。一応、お払いはしてもらっています。ですので、お客様が住んでいただいても変になってしまうだなんてことはありませんよ。ご安心ください。って、言ってま
ましたよね。これから私は訴え増すればいいんでしょうか。